ドルフィンダンスの演奏に関しての質問がえらいたくさん来てて、僕らが演奏やったやつは、で、なんかこの曲難しいんだけど何を考えてるんですかとか、ここの一段目はどういうふうに処理するんですかみたいな質問がいっぱいあったんで、このドルフィンダンスの一段目って最初しか出てこないね、このコード進行は。そうですね。E フラットメジャーのとこですよね。E フそう、ラッこトペダこ。うん、結局ここ、ここイにントロ。もう一回現れてくるって感じだよね。あららら、っていうのが。まあそうですね。似たような。まあちょっと背景違いますけど、そこに来うん。るって。そう。これとこれがなんか似てるんだけど、なんかもう一回なんかメロディー全く一緒じゃん、こことここそうですね。は。うん。だけど、こう背景がちょっと違って、なんかここに出てきて、みたいな感じ。で、この色分けしたのは、僕はこのテーマの場合は、僕はこう考えていて、ここら辺がこの青で書いたところがふわふわさせてる感じ。じゃあ、ここの決めは結構軸で、決めたり決めなかったりするけど、ここでなんかこうターニングポイントになるというか。だから例えばここなんか2泊3連でふわふわさせといて、ここで決めたら今度1泊半に変えたりとか、なんかそういうのをやったりするかな、みたいなイメージ。86のラテンしたりとか。で、ここもこのリズムがあって、で、ここだけスイングに行くじゃん。そうですね。で、またこうふわふわしてるか。で、アドリブに行くと、ここの一段目は、要はもうここに、このメロディーがここ来ちゃってるので、もう二度とここは出てこなくて、で、ここはスイングするんだけど、ここで一回止まったり、ここでリセットしたり、こうアドリブして、で、ここは、なんか、またふわふわさせて、で、ここ決めがあったり、アドリブの間はずっとここがもうずっと、赤の部分が、スイングの部分が多くなって、で、ここはふわふわさせるみたいなイメージで考えてるんだけど、というふうに、ギターはどうやって考えてますか？いや、でも全く同じですよ。そのテーマがあって、まあ、B セクションも、その、ふわふわっていう上の方、テーマの方ですかね。ふわふわ、種類がちょっと、セクションごとには若干違うけど、普通に、なんか2分音符っていうか、感じこう、で、横揺れな感じで、みたいな感じだよね。B はなんかドーンと、まあ1拍半とか、もうちょっと広がってもいいし、なんかに、86のラテンみたいなのがそこにも聞こえてきてもいいし、みたいな、うん、まあ、そうね。A と雰囲気が違うふわふわが来て、で、ソロ中はもう頭からそこ抜けた後、要するにこのページ抜けた後っていう、割とスイングに多いじゃないですずっとか。スイングいくような感じだね。そうですね。だから、これの感じでもちろん今 B のところでもふわっとして、で、さ、E ペダル、E フラットペダル、まさにこの感じですよ。まさにこの感じで考えて、まあ要はエリアでリズムの感じを考えながら、まあスケールはまたそれぞれ割り振られてるんだけど、エリアで結構考えてるよね、全体的に。ここら辺はもう B のとかも、ここが G ペダルって感じだから、ここずっと G だもんね、ここのエリア。で、ここから F に変わって、みたいな。だからそういうこう、モードがゴンと変わるみたいな感じだよね、イメージ的には。そういう考え方でいいのかな。だからこの皆さんよく言われるんですが、ここどこから始まってんすかみたいな感じで、なんかこれとこれがみんな混同するみたいで。ああ、なるほどね。でもなんかこう最後メロディーのリフレインがここで出てくることによって、なんかこう、うまくできてるよね、この曲ってすごい。このリフレインが出てきて。一番最初の定時部は一回しかこのコードでは出てこないけど、メロディー自体は同じのメロディーが聞こえてきて、っていう感じかなとは思うんですけど。そうですね。なんか、だから、その E フラット、一番下の E フラットペダルのところは、もう完全に助走みたいなんとか、受け渡し、そういうの受けか。渡しの感じで、メロディー弾けば次の人に行くって感じだしね。そうそう、セクションの変わり目、その後どうしていくかみたいな相談の場所っていう感じ。ここですね。これが一番最初にしか出てこないところですね。で、ここは決めます。ここシンコペーションよく決めるんですよ。ここもね、メロディーの時だけ。で、ここはギターがなんか間を埋めてくれてるね。で、ここ86のラテン、まあ、ふわふわの漂う感じが違うって言ってたと思うんですけど、これ86のラテンにします。決めます。ここもシンコペーションして、で、ここからスイングに、赤のね、スイングに行ってますね。こ
こも決めてますね。で同じメロディーが出てきたんで、ここを結構間違えやすいんですよ。でもう今2段目にいるんですね。でここで8、6があってシャン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 ってやりましたね。ここで決めます。ここでどういう風にするか感じてセットアップしてスイングさせる。でここも決め、じゃんじゃん。でこれをターニングポイントに8、6のラテンで僕は行きますね。でまた4ビートにセットアップして、ベースがずっと8分の4ビートの裏側に入ってますが、まあ無視して、うん、ダーン、ダーン、ダーン。なのでこのままそのフェミオーラをつなげて、そうするとここがずっとふわふわするでしょ。でここの、ここでターニングポイント、で4ビートに行こうとセットアップして、ここで完全にベースも一緒にセットアップ。ベースが203に行き始めだったので、あ、じゃあ86のラテンかなみたいな感じですね。ギターも86のラテンいってますね。でここは色が変わってね、ペダルが E から E フラットに変わりますよね。ベースはここで困ったけど、ドラムはそのままスイングしてます。ギターはこの間何してるのって言ったら、まあ、これはあのヤバそうなあたりをもう歌で押し切って歌ってますので、理論的にはあまりハマってないかもしれませんね。ギターがずっと203年をずっと弾いてるので、カッ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 、203の裏ですね。でここで決めて、どうしようかな、やっぱでもスイングいくよね。同じフレーズが来たので、うん、でもこの決めをやってから86のラテン、決めなかった、ドラムは決めずに、これはだから決めても決めなくてもいいってことですね。また203年が出始めてるんで、ベースが変な割り方をしてるんで、ドラムは2つで割ってずっと進行して、この決めでリセットしてますね。スイング、でここが決めは結構メロディー合わせて決め、でここは86のラテンで、ここでメロディーが出てきたんで、あ、次の人のソロに行きたいんだな、じゃあベースソロ、ハイハードで一拍半をやってますね。ここで普通のブラシで普通に4ビート、で決めましたね。スティックに間違えて、86のラテンにしてますね。
歌を決めましたね。ずっと裏でいっていうか、裏でずっとつなげていけば一応ふわふわするよねみたいな。で203年に切り替えたので203年ついていって、でここはメロディーの決めようドラマやってますね。これも86なんで、でメロディーがね、ピアノがここメロディー弾いてくれる。ここですね。シンコペーションして、誰かが上。普通に僕は4ビート言ってますね。ここからスイング。1、2、3、4、じゃあここキーを決めます。もうずっとここで繰り返してドラムソロということにしてあるので、これは3連の5つ割りのフレーズなんですけど、なんとかうまくはめて、細かくガーッと埋めてみて、そのまま1拍半でずっと引き伸ばして、でまあここはまあラテンっぽくちょっと熱く演奏しようみたいな感じ。ここはまあ3年をいろんなアクセントをかけて、203年をためたりこうしながら、とにかく下のリズムからずれないようにしてちょっとひしゃげさせるみたいな。リズムが整ってきたからそろそろ終わるだろうなってみんな考えてて、まあ音量として、でここに降りて E フラットに行って終わるという。はい、お疲れ様でした。なんか歌ってる感じだよね、イメージ的には。そうですね、もう、うん、もうなんかだからシンプルなことしかしてないですよね、多分なんか、うん、ほぼ僕のソロ入って、今2コーラス目入ったけど、2つぐらいの歌しかないですもんね。ずっと3連でなんか変なことやってるか、なんか今みたいな4拍目でガーンって飛ぶ、いわゆる、うん、からスイングなりましたよ、イエーイみたいな感じをしてないですもんね。うん、2個し、ま、アイディアが。でもあんま、アイディアでもあんまりたくさん詰め込めれば、2つぐらいで、1コーラス、2コーラスで2つぐらいとか3つぐらいで、なんかこう引き伸ばしながらうまく接続していく方が結構印象にも残ったりするし、俺もあんまりだからアイディア詰め込みすぎないようにはするようにはしてるんだけど。そうです。多分、マキ君がいろいろやってくれてたから、ファースト、最初のソリストとして。それをもらって、もうこの後もう散々広げれるだけ広げて、もうベース、に行くんだろうなみたいな感じで、だからそういうアンサンブルの仕方を考えてるとか、なるほどね、うん、まあ、なので、まあ、要はこうふわふわさせるとこは86のラテンがこの曲は要はまあ定番かなとは思うんだけど、うん、まあ、1拍半で引き伸ばしたりとか、うん、タイムモジュレーションを使うとそのままこうふわふわ感は出るので、なんか俺のイメージ的にはね、うん、で4ビートのところでもう先に4ビートの上にタイムモジュレーションを使ったりとかすると、じゃあ次のふわふわのところで何を持ってこうかみたいなところで楽しんでる感じかなと思うんだけど、なのでこのエリア分けをこう書いてみたんだけど、これな感じで面白いよね、こういう
こういうふうに説明。これ説明すると結構みんなうまくできるようになってて、この曲は。ああ、そうですね。逆にエリアが分かってるからそういうことできるみたいなとこありますか？うん、そうだよね。あんまり普通の歌物とかでエリアっていうのもクソもない、コーラスぐらいしかない曲だと、やっぱ難しいですね、広げていくの。うん、そうね。ストーリーがある程度決まってるからそういうことができるっていうのもある。この曲の面白いところで、ドルフィンダンスで、なんか、ふわふわ浮いてる感じと、こう、すごい疾走してる感じが、なんか、本当にこの曲の感じをイメージしてるなとは、俺は思うんだけど、だからそういう感覚だよね。だから、停滞させるっていうのを、何をもって停滞させるかっていうのは、まあ、二分音符で停滞させてしまえばいいんだけど、二分音符だと遅くなりすぎるんで、なんか、二拍三ではめて、八六がうまくはまるんじゃないかな。まあ、一拍半行ったりとか、あと、まあ、タイムモジュレーション、いろんな五拍フレーズやったりとか、いろんなことができると思うんだけど、そうですね。そういう、絶対に赤のとこはスイングじゃなきゃいけないわけじゃなくて、なんか、そこがスイングで、じゃあ次のところでタイムモジュレーションするかなと思ったら、もう、誰かが先にタイムモジュレーション始めちゃって、みたいなところで遊べる曲って感じが、すごくするかなとは思います。じゃあ、よかったです。はい。それが聞きたかったです。ああ、了解しはましい。た。はい。じゃあ、ありがとう。お疲れはい。はい、お様疲でしれ様た。はい、いかがだったでしょうか。とっても面白い曲だし、こういう遊びがいのある曲ですね。それまでのジャズのスタイルから、まあ、ハビー・ハンコックがこの「処女航海」というアルバムの一番最後にこの曲を入れたことによってですね、あ、こういう音楽の捉え方があるんだ。ね、モードって言ってずっとコードが一定してるんじゃなくて、モードがこう、色を変えていったりとか、あと、そのモードの場所だけじゃなくて、ちゃんとコードが進行する場所があって、それを行ったり来たりすることによって、すごく遊び心がいっぱいできるっていう曲なんですね。だからめちゃくちゃ面白いんです。だから、上級者はこの曲をすごくやりたがるんですけど、やっぱり難しいですね。スケールとかも、どんどん切り替わっていくので難しいし、タイムモジュレーションってお話が出てきましたか？4拍子の上に3拍子乗せたり、5拍子乗せたり、1拍半を乗せたりとかして、要はずれていく感じにすると、こう、普通に進行しないので、こう停滞した感じとかふわふわした感じで聞こえるんですね。そういった、タイムモジュレーションは、まあ、僕のチャンネルでもいっぱいあれこれと説明してますので、よければ探してみていただければいいかなと思います。で、今日の襟分けのですね、譜面はですね、まあ、あんな譜面で色を分けただけですけど、まあ、もし使っていただけるんでしたら、メルマガ登録していただけると、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ詳細欄の方からメルマガ登録してください。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。